はい、皆さんこんにちは。マイケルの鉄オタ部屋へようこそ。マイケルの自己肯定チャンネルです。今回紹介する映画はこちら、車庫のある阪神本線石屋川駅です。はい、これね、私が持ってる石屋川駅ね、レアです。なんと印刷がずれてます。はい、これ阪神御影駅です。これが石屋川駅です。どうですか、ちょっと左にずれてませんか。これレアですね。はい、で石屋川駅は阪神淡路大震災で全壊して、盛り土だったんですよね確か。ホームとか擁壁がね、盛り土だったんで、現在ではホームとかは高架のね、仕様になっております。でこの先にあった車庫は、車庫東立橋、車庫西立橋含めまして全壊で、95年の2月7日頃から、工事をしたという感じになっています。で、三陰駅のね、時刻表を見ていただくと分かります通り、これ石って書いてますね。石屋川行きの最終ですね。これが石屋川駅はと言いますと、各駅しか止まらないんですが、神戸姫路方面は、こっちはこんな感じか。じゃあ見ていきましょう。4時40分始発の24時5分終電で、石屋川駅始発の時刻表、神戸方面はこんな感じ。24時28分元町行きです。で始発は4時37分、これは石屋川始発、石屋川発元町行きです。はい、そうなんだと思いましたね。はい、で、こんな感じになっています。おそらくね、石屋川駅とか新在駅、大石駅の高架下とかはあれなんですよね、震災当時結構ね、道幅が狭くて、駅舎のリニューアル工事とか、あとは高架駅中に入っている店舗の、オーナーさんの、ね、なかなかね、交渉がね、得るのが難しかったと、証言があったようです。はい、で阪神電車の時刻表紹介はとりあえず、これで全て終了となるんですが、ね、この先、新在家、大石、西灘、岩屋、春日の道、阪神三宮、元町、西元町、高速神戸、新海地、大海、高速長田、西台、板宿、東須磨駅につきましてはもうご紹介しております。で一部はメインチャンネルの方もね、アップしております。はい、で、だから、甲子園駅から数えまして、もうほぼ全て紹介が終わったって感じですね。はい、そうですね。で、ちょっとね、番外編としまして、ちょっと古い
になるんですが、向こう側駅もねちょっとね、ご紹介しておこうかな。もしねご紹介していましたら、別のものにさせていただきます。別のものといっても山陽本線の月見山駅になります。阪神本線の時刻表紹介は、これにて、全て、とりあえず終了とさせていただきます。またね、甲子駅より東の方の駅、鳴尾とか、もしねゲットできましたね、鳴尾とか、向こう側天ヶ崎センタープール前とかね、現在もね、もし手に入りましたら、そののと都度、ご紹介していきたいと思います。その時は大阪梅田から、ナンバーリング通り行きます。で、ナンバー線に来ましたら桜川からになります。で、向こう側線は、団地前駅からご紹介となります。向こう側団地前駅から となります。阪神電車の、石屋川駅の時刻表を、ご紹介しました。この動画がいいと思った方はグッドボタン、チャンネル登録お願いします。甲子駅から今西宮駅まではちょっと、ね、別の部屋にあるんですが、とりあえずねそれ含めましてほぼ全部紹介終わったとか終わったと、でもいいですね。はい、では次回、タイトルに確認して、ね、月見山駅、もし向川駅で紹介していなければ向川駅で、紹介していれば月見山駅になりますので、楽しみにしててください。ではまた次回のご乗車お待ちしています。